レグザとは、東芝が2006年2月から販売している、液晶テレビの世界統一ブランド名。2010年からは、同ブランドに、レコーダーや、プレイヤーなどが追加され、同社が販売する、映像機器関連の総合ブランドとして展開している。全ブランド名は、フェースで、8年ぶりのブランド変更だった。これに伴い、ブラウン管テレビの製造を終了し、 デ電子非対応テレビも姿を消した。2009年度における日本国内シェアは第2位となっている。なお、レグザのブランド名は富士通、東芝モバイルコミュニケーションズのスマートフォン、レグザフォーンなど他の電子機器にも用いられていた。本校では主に液晶テレビ、UQL テレビ及び関連する映像機器について記述する。当初は大型を SED 中、 小型を液晶と住み分ける計画を立てていたが、SED の製品化が難航しているため、他社に追随する形で徐々に大型液晶テレビを投入した。2007年度の日本国内シェアは13%で4位であったが、その後、CM や商品力に力を入れ、2009年度には2位となっている。映像エンジン、レグザエンジンデュオ、レグザエンジン、メタブレインプレミアムに、 メタブレインプレミアム、パワーメタブレーン、メタブレーンプロ、メタブレーンなどは自社開発、自社生産している。2007年度において200万台ほどは EMS を手掛ける台湾企業が東芝から委託を受け製造したものである。かつてはレグザカタログに東芝ブランドのアンテナ及び周辺部品が掲載されていたが、東芝グループの組織改編に伴い東芝は2014年、 限りでアンテナ周辺部品生産より撤退。現在東芝ストアへ供給されるアンテナと周辺部品は他社製品に変わっている。ここ数年は海外メーカーとの激しい価格競争が続いており、東芝は2015年に映像事業を抜本的に見直し、今後は画質や録画機能に関して高い評価と安定したシェアを持つ。 国内市場に注力し、4K テレビを中心とした、高画質モデルの自社開発、販売を継続していくことを明らかにした。海外市場については、台湾コンパル社や中国スカイワース社への、ブランド共用型ビジネスへ移行する。以前は、東芝本体で発売されていたが、テレビや BD レコーダー等に関しては2014年4月から、東芝ライフスタイル株式会社に移管した後、 2016年6月からは、東芝映像ソリューション株式会社に再移管されている。ワンセグチューナーを内蔵した、レグザポータブル 10WP1 は2018年限りで販売を終了し、現在は末置き型のみの販売となっている。2018年2月28日に、東芝が保有する東芝映像ソリューション株式のうち95%が、 中国の改新集団に上渡され、東芝映像ソリューションは、東芝グループを離れたが、東芝映像ソリューションのハイセンスグループ入り後もレグザのブランド名は東芝から許諾を受けて使用する。また、時を同じくして、ハイセンスグループの日本法人である、ハイセンスジャパンのテレビの型番法則が、レグザのそれと共通化された。4K、8K チューナー内蔵機種は、 ACAS チップを本体に内蔵しており、デジタル放送視聴時に必須となる BCAS、またはミニ b c a s カードを紛失、損傷する心配が解消されている。東芝映像ソリューションは、レグザ誕生15周年を迎えた2021年3月1日付で TVS レグザ株式会社へ称号変更した。その際、企業ロゴも、 レグザロゴに変更したが、東芝のテレビという立ち位置は変わらないため、製品には引き続き東芝ロゴが付き、問い合わせ先も東芝テレビご相談センターで変わらない。液晶テレビにおいて、製造原価の7割を占める液晶パネルは自社生産ではなく、シャープ、LG など複数のメーカーを提携し、主に大型ディスプレイは LG 電子製の IPS 方式やサムスン、 電子製の場方式、19インチなどの小型ディスプレイは TN 方式のパネルを採用している。ただし、具体的にどの製品に、どの製造メーカーのパネルが使われているかは、公表していない。なお、カタログには、全機種のパネル種類が、初元表とともに記載されている。7000シリーズ以前のレグザのカタログには、 ダイナミックコントラスト比も通常のネイティブコントラスト比も記載されていなかった。現在ではダイナミックコントラスト比及び通常のネイティブコントラスト比も記載されている。ダイナミックコントラスト比と通常のネイティブコントラスト比は全くの別物なので注意する必要がある。CM イメージキャラクターは松井秀樹だったが2007年頃に契約終了。2006年 シーズワーキング編女性の忙しい1日をテレビを通して描写し録画できるテレビをアピール。2007年の CM は研究者の格好をした外国人2名が製品を分解し、テレビの画質にはパネルのみでなく半導体部品も重要であることをアピールする半導体の力で美しさを変える。実力のレグザのキャッチコピーらしい内容となっていた。2008年度の CM は ゴルフシーンドラマのシーン二つあり、各シーンの一カットが映し出され、しばらくするとヒストグラムが出現。各シーンの出演者がそのヒストグラムに目は奪われ、映像一コマ一コマを解析してそのシーンにあった画質に調節しているということをアピールしている。映像一コマ一コマを解析し、最適な画質に自動調整。実力のレグザ。2008年秋以降。 レグザを含め映像関連商品の広告キャラクターに俳優で歌手の福山雅春を起用。ティザー広告としてガリレオ・湯川編、福山雅春クロスデジタル編が同年9月12日よりテレビ、新聞にて開始。2014年頃に東芝との契約終了。キャッチコピーは世界は美しい。レグザ、世界は美しい。超改造技術採用。 レグザ。CM 曲は、そう、ニューラブニューワールド。空と海の青の違いで、僕は泣いたりする。空と海と変 CM 曲は、そう、ニューラブニューワールド。レグザなら見えてくる。今まで見えなかったものが、白い世界ペン、美しいから遠いのか、遠いから美しいのか。宇宙の果てで変 CM 曲は、このセルフカバー、最愛を使用。レグザなら見えてくる。 今まで見えなかったものが、白い世界編のリファイン版、CM 曲は、そう、ニューラブニューワールド、覚えておきたいものがある。忘れたくないものがある。字を超えて編 CM 曲は、発連 CM のために書き下ろした新曲。キャッチコピーは、記憶する、レグザ。すべてのリビングに、世界の、その美しさを。ティザー広告、レグザグレージャーニー、キャッチコピーは、 レグザ第2章始まる。言葉にできない色を見てみたい。不意にそう思った。光の向こうに何があるのか、自分がそこで何を思うのか。人生は旅だ。何かと出会うために僕たちは生きている。Z1 シリーズ、レグザグレートジャーニー、キャッチコピーはまだ誰も見たことのない美しさへ。光の奇跡ペン CM 曲は少年 LED レグザシリーズ。 レグザグレートジャーニー、オーロラの向こうへ。ングラフィック広告のみ、レグザブルーレイブルーレイバルディアシリーズ、レグザグレートジャーニー、ブルーバタフライペングラフィック広告のみ、レグザシリーズ、すべての色に輝きを。レグザグレートジャーニー、キャッチコピーは、超解像技術が、その色の輝きを変える。色の旅編 CM 曲は、心ココカラー、A ソングフォーザ。 ワンダフルイヤー2014年には BS 朝日限定 CM としてカーグラフィック TV の映像を使用したものも使われており家電量販店向けのデモンストレーションにも使われている2017年3月すでに東芝製パーソナルストレージ製品住宅用太陽光発電システムの広告を務めている有村霞をレグザにも起用2017年4月から広告開始 2020年5月、広告キャラクターに、福山雅治を6年ぶりに再起用。新 CM に先駆け、5月28日よりウェーブ組む、あの頃の CM を公開。過去に、福山が出演した、レグザの CM の中でも特に人気のある CM4 本に、福山による新気取り、おろしのナレーションが追加された。2020年7月より、CM、スモーカ編、タイム編を、 放映開始。物ク力ンの前衛的なスモークアートにインスパイアされた演出が特徴。キャッチコピーはこの世界に美しくできないものはない。スモークペン、タイムペン CM 曲はオリジナル楽曲のこう2021年7月広告キャラクターに小栗旬を起用。キャッチコピーはリアリティこそクオリティ。美術館編当初。 レグザとして発売されていたが、2010年春モデルから LED バックライト搭載モデルを LED レグザとして差別化し、2009年秋冬、モデルの ZX9000、ZX9500 シリーズは立ち上げに伴って LED レグザに移行されていた。なお、非 LED バックライト仕様のモデルは2012年春夏、モデルの AC4 シリーズを最後に廃止され、 2012年秋冬、モデルから全機種 LED バックライト搭載となったことで、レグザに再度名称統一した。2017年モデルから登場した UKL パネル搭載モデルを UKL レグザ、液晶パネル搭載モデルを液晶レグザとして差別化されている。セルレグザは詳細記事を参照のこと。Z10XJ1-0X は2015年6月に 新スペック追加のバージョンアップを行うことが発表され、後日の G20XJ20X 同様に HDR 入力フォーマットにも対応するほか、レグザクラウドサービス、チメオンには2015年9月末からミルコレサービスが新たに追加された。4KUHD モデル4シリーズには日本国内のテレビで初となる b s 4 k 1 1 0 c s 4K チューナーが搭載された。BS4K110 度 CS4K 放送を視聴する際には10月以降に無償で別荘される BS-CS4K 視聴チップが必要でテレビ本体に同梱される案内チラシから登録申し込みを行う。また、以前搭載されていた2画面機能ダブルウィンドウが復刻され新たに搭載された。2019年モデルでは4。 KUHD モデルにおいて b s 4 k 1 1 0度 c s 4 k チューナーがダブルチューナーとなり b s 4 k 1 1 0度 c s 4 k 放送を視聴しながら別の b s 4 k 1 1 0度 c s 4 k 放送を外付け USB ハードディスクに録画が可能な 4K ダブルチューナー裏録画追加搭載された。また、X930Z730 XRZ630X の3シリーズは2019年7月31日から実施されたソフトウェアダウンロードによるバージョンアップによりリモコンのボイスボタンを押して番組名やシーン名を話しかけるだけですぐに再生可能なレグザボイス機能とアレクサ機能が内蔵されるようになり X930 シリーズは同年10月28日のソフトウェアダウンロードにより レグザボイスとアレクサ機能のテレビ本体のマイクへの音声操作にも対応した。2020年モデルでは有機エルパネル搭載モデルの型番法則が2019年モデルまで使用されていた3桁から4桁に変更された。X9400S と Z740XS はレグザ15周年記念モデルとして発売される。2010年からレグザを冠した。 関連製品が登場している。従来、東芝製レコーダーは、バーディアという別ブランドで用いていたが2010年8月発売の 3D 対応ブルーレイプレイヤーから、従来ブランド名を用いなかった BD、DVD プレイヤーを含めて、レグザにブランド名が統一された。なお、ブルーレイディスクドライブを搭載した RD シリーズは、レグザブルーレイが初である。そのため、 最初のモデルは自主生産ではなく、船井電機からの OEM 供給で発売した。その後2011年からは自主生産と OEM 供給を併売して対応している。また、従来の RD シリーズで録画された HD レックのディスク再生もバージョンアップにより対応。さらに、他メーカーに先駆けて USB ハードディスクによる増設に対応した。 2011年秋冬モデルから品番が新しくなり、ブルーレイレコーダーは DBR に、ブルーレイプレイヤーは DBP にそれぞれ変更された。なお 4K、8K チューナーを内蔵した、東芝 BD レコーダーは2021年3月、現在発売されていない。加えて、HDMI ケーブルの自社生産もしていないため、4K ハイスピードに対応した。 市販品を別途購入するよう指示されている。また、全機種、同軸アンテナ線が1本付属されているが、K が細いため、付属アンテナ線は、地デジ専用ケーブルとして用いるよう指示されており、BS アンテナ線は 4K、8K に対応した市販品を別途購入するよう指示されている。ブルーレイレコーダーと同様に、HDD 内蔵 DVD レコーダーについても、 バーディアからレグザにブランド名を統一した。共通機能として画面サイズに応じて表示内容をカスタマイズできる高精細電子番組表や自動的に電源を切る時間を設定することで消し忘れを防ぐ未使用時自動電源オフ機能を搭載。またリモコンも通常のリモコンの他に小リモコンとしてよく使う機能の操作に絞りボタン数を30個に減らした。 シンプルリモコンを付属する。現在は生産を終了している。長らく発売されながら、これまでブランド名がなかった DVD プレイヤーは2014年春夏、モデルからレグザを関するようになった。従来、東芝製ポータブル DVD プレイヤーはポータローのブランド名を用いていたが、バーディアと同様に2010年12月発売の新モデルより、 レグザにブランド名が統一される。全機種で DVD の再生の他に CD、SD メモリーカードも再生できる。一旦は生産を終了したが、2012年7月に約1年2ヶ月ぶりとなる新モデルが発売されポータブル DVD プレイヤーの取り扱いを再開した。2013年秋冬モデルで東芝生発となるポータブルブルーレイディスクプレイヤーが登場した。 東芝製では、初となる、地上デジタルチューナー内蔵ポータブルテレビ。視聴場所に応じて、フルセグ放送、ワンセグ放送の受信が可能で、フルセグ放送を受信するときは付属品の地デジ用、アンテナケーブルをアンテナ端子に接続、ワンセグ放送を受信するときは内蔵されている、ロットアンテナを伸ばすことで受信できる。なお、一部ケーブルテレビの自主放送などに用いられている。 コンテンツ権利保護専用方式を採用していない番組の視聴は不可である。また、屋外や台風などの停電時でも視聴できるようにバッテリーパックを内蔵している。現在は生産を終了している。セル・レグザの音響思想を継承した本格派オーディオラックシステム。左右センターのンスピーカーと大口径ウーファーを備えた 3.1CH サウランドシステムを搭載。 また、フロントスピーカーのみで、マルチチャンネルのサウランド効果を持つ、ドルビーバーチャルスピーカーを搭載するとともに、ドルビープロロジック2との連携で、古い映画などの 2CH ステレオ音声のコンテンツも、臨場感あるサウンドを楽しめる。レグザリンクに対応しており、対応機種であれば、電源の連動や入力の自動切り替えなどが、レグザのリモコンで操作できるほか、番組表情報から、 番組のジャンルに合わせて自動でサウンドモードを切り替えるオート機能も作動する。また2010年春モデルの一部機種ではパソコンに保存された音楽データを呼び出し、シアターラックのサウンドで楽しむこともできる。テレビの後方に設置、接続して使用するサウンドシステム。地上 BS110 度 CS デジタルチューナー。 手持ちのテレビと接続するだけでデジタル放送の視聴ができるのはもちろんデータ放送や双方向サービスも楽しめる。なお、D3 端子を装備するため D3、D4 端子を装備した BES デジタル放送対応テレビと接続した場合は高画質なハイビジョンテレビとして使うことができる。また、HDMI 端子を備えたデジタルチューナー内蔵テレビへ買い替え後も USB ハードディスクへの録画用チューナーとして使える。現在は生産を終了している。レグザアップスコネクトはスマートフォンやタブレット端末、パソコンとレグザシリーズのテレビレコーダーを接続するためのアプリケーション群とそれを活用したクラウドコンピューティングサービス。家庭内の欄に接続したテレビやレコーダーにスマートフォンなどでアクセスしリモコンとして使用できるほか、 録画した番組の頭出し情報のタグ作成や、作成したタグのインターネットを介しての共有などを行えるようにできる。これまでは、期間限定配布の RZ 声優リモを除いて、配布を継続していたが、2013年9月30日にアプリのラインアップ見直しを行い、RZ コマンダー、RZ アートリモコン、RZ 現在、番組、 RZ 節電リモの4つのアプリ配布を終了。配布終了後も継続して利用できるが、これらのアプリの保守やアップデートも同日をもって終了したため、今後、OS のアップデートや機種の変更を行った場合、アプリが利用できなく可能性がある。そのため、RZ コマンダーや RZ アートリモコンの代替アプリとして、RZ タグラーを RZ 現在番組の代替アプリとして RZ 番組ナビを新たにダウンロードすることが進められている。2014年9月30日に2回目のアプリのラインアップ見直しにより RZ 見るナビと RZ スケジューラの配布を終了した。なお RZ 見るナビに関しては配布終了後も液晶テレビレグザのリモコンで操作しクラウドメニューの 動画を選択することで、RZ 見るナビと同等の機能を使うことができる。2015年7月30日に3回目のアプリのラインナップ見直しにより、RZ タグラーと RZ クラウドの配布及び保守、アップデート対応を同年9月30日をもって、Android 版、RZ 番組ナビの家庭内ネットワークの外からサーバー経由で、 録画予約リストを取得できる機能を2016年3月31日をもってそれぞれ終了することが発表された。なお、RZ タグラーで提供されている録画番組のシーン頭出し機能は対応テレビで利用できるレグザクラウドサービスチメオンや対応のレグザレグザブルーレイで利用できるチメオン番組シーン検索で同等の機能を利用できる。 配信中特定機器専用配信終了詳細は、フェイスを参照1998年1月より8年間にわたって東芝製テレビに採用されたブランドである。平面ブラウン管テレビや液晶テレビ、プラズマテレビで採用された。当時のライバル機種はベイガ、T など。2003年には松下電気産業とブラウン管事業を統合し、 松下東芝映像ディスプレイ株式会社を設立した。しかし東芝は2006年にブラウン管テレビの生産を終了したため、2007年3月30日に東芝の持ち分を松下電機に売却し、ブラウン管事業から撤退した。デジタルサンパー、チューナー搭載ブラウン管テレビ液晶テレビ、ビューティフルフェイスのブランドで発売された。イメージキャラクターには、 藤原の理科を起用していた。ちょっとタイムフェイスと銘打って内蔵型 h d d を搭載し番組視聴中でもリジューム録画ができるモデルを発売。イメージキャラクターには松井秀樹を起用していた。プラズマテレビかつてはフェイスプラズマおよびビューティフルフェイスの名称でプラズマテレビを販売していた。現在は全機種販売を終了している。フェイスプラズマでは バズーカブランドのピュアツインバズーカシステムを搭載した機種があった。チューナーはそれぞれのシリーズで専用チューナーを搭載していた。NEC 製プラズマディスプレイパネルを採用していた。フェイス以前に採用されていたブランドである。BS アナログチューナーを内蔵した大画面テレビのブームに乗って1989年に登場した。ライバル機種はプロフィールスタードラマゾーン。 キララバッソ、パナカラーイクス、ガオー、CZ、デイオーなど。特に音質にこだわり、以降の東芝製ハイエンドテレビに多く搭載された、重低音専用スピーカー、バズーカウーハーを特徴とした。また、リモコンのボタン一つで白黒の映像を鮮やかに映し出す、モノトーンモードを搭載したモデルも存在した。ワイドテレビは、ワイドバズーカというブランドで販売していた。 フェイスブランドが採用された後も、9面ブラウン管テレビのブランド名として採用されていた。また、2画面対応型モデル、バズーカダブルウィンドウもあった。これは16、9サイズの1画面と、4、3サイズの2画面を、リモコンの設定によって選ぶことができるもので、異なるチャンネルの番組を2画面同時に見ることができる。ほか、 スキャン機能を使うことによって、最大1画面に9チャンネル分まで違うチャンネルの番組を静止画で見ることができる機能もあった。文字ネット対応モデルもあった。イメージキャラクターとして、発売当初は細野晴臣、森川ゆかり、浅井新平が起用され、その後は田村正和や沢田健二を起用していた。また、ワイドバズーカのイメージキャラクターには、岸谷五郎を起用していた。 そして本ブランド以降、後日の型番法則が適用されるようになる。また、前述の通り、バズーカウーファーは、最終モデルの発売から20年の時を経て、レグザの2017年モデルの一つである BG710X シリーズで復活することとなり、2018年には、BM620X シリーズが追加設定された。また、 UQL モデルでは2020年モデルの X9400 シリーズの 55V 型以上に搭載されている。1980年代序盤から中盤のいわゆるニューメディア時代に AV システムの核となるテレビという意味合いで名付けられた。1982年の初代シリーズは東芝の大衆向けカラーテレビとしては初めて映像、音声の RCA 端子を採用し、 ビデオデッキとのダイレクト接続はもちろん、オーディオ機器等とのシステムアップにも対応させる設計とした。1983年から、ブラウン管を平面、直角に近づけた FS、FS2000、及び FSL シリーズも発売された。同モデルの CM キャラクターには、草刈正雄、薬島る広子、三回熟らを起用していた。 1970年代末から1980年代前半にかけて、家具調の音声多重放送対応テレビに採用されていたブランドである。音声多重放送の開始に合わせて登場し、チャンネル部分を取り外して、リモコンとして活用できるモデル、サーボビジョンも存在した。ただし、映像、音声の RCA 端子は、末期モデルのみ装備されたメーカーの音声、 多重対応テレビ同様ビデオは RF 接続となるため音声はモノラルとなる機種が多かった。ときめきの兄弟シリーズとして両袖にスピーカーを配しながらも横幅を狭めて狭い部屋にもフィットさせるようにしたシャトエルシリーズも併売されていた。当時のライバル機種はクイントリックス、キドカラー、ニューポンパ、ステレオトリニトロン、ステレオ純白カラーなど CM キャラクターには 山村総、坂木原育英エラを起用していた。東芝のテレビには、バズーカの頃から、後のフェイス、そして現在のレグザに至るまで型番に、ハイフンが存在しない。東芝製テレビの型番は、インチ数字アルファベット数字で構成されている。この特徴は他社には、あまりなく、ハイセンスの東芝映像ソリューション買収前は、他社では、 LG エレクトロニクスのインフィニア、シネマ 3D で採用されている程度であった。長田18、飯塚ズカスマートフォン仕事革命、2012年、148ページ。東芝映像ソリューション株式会社の株式、譲渡契約締結について、東芝2017年11月14日、液晶及び半導体分野における提携について、株式会社東芝、 シャープ株式会社、http コロンスラッシュスラッシュ www.toshiba.co.jp スラッシュアバウトスラッシュプレススラッシュ2 0 0 7 2パープル J2101HTM2019 年1月10日閲覧 LG フィリップス LCD ポーランド社への出資について株式会社、東芝 http://www.toshiba.co.jp コロンスラッシュスラッシュアバウトスラッシュプレススラッシュ20060パープル J1001 HTM2019 年1月10日閲覧福山雅春レグザ復活イメージキャラクターとして再び登場 AV ウォッチ AV ウォッチ https://av.watch.impress.co.jp:/docs:/news:/125529 コード HTML2020 年5月28日閲覧。小栗春が、レグザ新ブランドキャラクターに、新 CM 放送開始、avwatch。 avwatch,https, コロンスラッシュスラッシュ av.watch.impress.co.jp スラッシュ docs スラッシュニューススラッシュ1 watch, 3 3 6 1 7 0 h t m l 二零二零年七月六日閲覧小さな本格派画質重視の二十ボルト型レグザ二20十 c 二千 i t メディア二千七年二月九日アセアン市場向けのテレビ事業強化について 東芝、http コロンスラッシュスラッシュ www.toshiba.co.jp スラッシュアバウトスラッシュプレススラッシュ201011パープル J2901HTM2011 年6月17日閲覧 4KUKL レグザプロ X930 シリーズのレグザボイス及びアレクサ機能内蔵対応について東芝映像ソリューション株式会社 https://www.toshiba.co.jp スラッシュレグザスラッシュ newsrrepor t スラッシュ 20190909c.html2020 年5月24日閲覧 ?4K レグザのレグザボイス及びアレクサ機能内蔵のバージョンアップについて東芝映像ソリューション株式会社 https://www.toshiba.co.jp スラッシュレグザスラッシュ n e w s r e p o r t スラッシュ2 0 1 9 0 7 3 0 a h t m l 2 0 2 0年5月24日閲覧タイムシフトマシン4営液晶レグザ Z730X シリーズの HDR10 対応についてテレビレグザ 東芝、東芝映像ソリューション株式会社、https コロンスラッシュスラッシュ www.toshiba.co.jp スラッシュレグザスラッシュ newsrepor t スラッシュ 20190730b.html2020 年11月1日閲覧タイムシフトマシン 4KUKL レグザ新商品。 48X9400S 発売に伴う、既発表商品、48X9400、発売中止のご案内 TVS レグザ株式会社。TVS レグザ株式会社。https コロンスラッ www.reg ザ .com スラッシ TVS スラッシュニューススラッシュ2021041302。20 htm2021 年4月18日閲覧。 4東は、W チューナ搭載19型レグザの発売日変更。12月25日に、a v ウォッチ。a v ウォッチ。h t t p s コロンスラッシュスラッシュ av.watch.impress.co.jp スラッシュ docs スラッシュニューススラッシュ 1296094.html2020 年12月18日閲覧。 タイムシフトマシン4経営液晶レグザ 50Z740XS の発売延期について TVS レグザ株式会社 https www.regza.com r e g シ a newsrepor 20 t 20210413b.html2021 年5月31日閲覧 タイムシフトマシン4経営基礎レグザ 50Z740XS 発売日決定のご案内 TVS レグザ株式会社 https コロンスラッシュ www.regza.com スラッシュレグザスラッシュ newsrepor t スラッシュ 20210514.html2021 年5月31日閲覧 投資は、USB HDD 追加で、録画対応の3波デジタル中な超解像、ワンセグ録画対応で、実売2万0千円、AV ウォッチ自社ブランドアンテナを販売している、国内大手電機メーカーは現在パナソニックのみとなっている。ABC なお、HDMI CEC 規格に従い、オーディオ機器1台、録画機器3台、再生機器3台までに制限される。 48V 型は、ダイレクト6スピーカー、総合出力 72W の、レグザパワーオーディオ XD を搭載。77V 型は、スタンド部に大容量、バスレーフ型重低音バズーカユニットが2個、内蔵されており、壁掛け設置及び、壁寄せスタンド設置の際にスタンドを取り外して、床などに設置し、付属のケーブルで接続して使用する。 AB クラウドとの連携機能は2020年6月16日のソフトウェア更新で対応。LE はライトエディションの意味。上位機種に搭載されているネット動画ビューティー、プロの違いとして動画配信サービス会社ごとに用意する調整パラメータの有無となっている。シングルチューナー録画となるため、録画中は録画している番組のみ視聴可能となる。地上、 BS110 度 CS デジタルの場合は C310X 同様 BS 持ちデジもトリプルチューナー W6 によりに番組同時録画が可能 48V 型は X9400 同様にレグザパワーオーディオ u d i o XD を搭載 W53T、W54T、W56T、W61T、W62T、W64T W65T, T001, T002, T003, ビブリオ、ソフトバンク 920T, H11T などもワンセグの起動時に、レグザのロコが出るが、レグザ形態の相性を感じていない。東芝、レグザは、東芝ストア限定モデルが発売当初から、今日まで一切設定されていない。ありがとうございます。